おはようございます。釣り子 TV です。これね、ティムコのぶっちぎるね。このルアーをちょっと一つ買ってきてみたんで、いろいろと手元で見ていきたいと思います。ぶっちぎる。価格はですね、2322円。名前がね、もうなんか最近ね、野良ネズミとかもそう感じたんですけども、なんか以前のティムコに比べて結構攻撃的なね、名前が目立ちますよね。おお、攻めてんなーっていう、その、なんていうんですかね。ぶっちぎるですからね。なんか思い切った名前だななんていうふうに思うんですけども、一回聞いたら忘れられない名前ですよね。ルアーの名前としてはもう間違いないんじゃないかな。何で釣ったの？ぶっちぎるだよってね、言えるようになるんで。でね、まずパッケージから見ていくと、85mm 35g クラスでスローシンキング。あ、ね、スローシンキングなんですね。一見釣り具屋で手に取った時はプロペラなんかがついているから、トップウォーターなのかななんて思っちゃったんですけども、これはですね、スローシンキングのルアーということみたいですね。かっこいいこれ。ぶっちぎる。これはね、ちょっと一匹釣って何で釣ったかね、ぶっちぎりで釣れましたってね、言いたいな。まずはでは、ちょっと開封していきます。はい。色もね、結構選べたんですけども、こんな感じのギランギランの色どうかなと思って買ってみました。おー。はい。腹にぶっちぎるって書いてあって、やはり結構ね、太軸のね、丈夫そうな、なんか一見、小ぶりなんですけども、結構これ太軸の針ですね。やっぱギルクイバスとかでっかいのが釣れることありますからね、強力な、太い針がついているのかなというところと、後ろはフェザーフックですね。で、わー、いい感じの回転のプロペラが前と後ろね、2箇所ついている。で、まあジョイント部がね、そんなにめちゃくちゃ稼働するっていう風じゃなくて、わざとでしょうけども、そこまでね、こんぐらいなんですよ。これぐらいの可動域で、プロペラがですね、まあ大きな目玉ね、でこの平坦なボディで、まあそうですね、どういう感じに使うのか、ちょっと裏の説明書きちょっと見てみたいと思います。これね、ぶっちぎるギル型プラスペラの力が生み出す驚異の超過、プロップの生み出す水流波動にギル型ボディの集魚力をプラス。対抗のあるギル型ルアーは存在感が非常に強く、バスが興味を持ちやすいルアーです。しかし、その存在感の強さのためルアーと見切られることが多く、バイトまで至らないことが多々ありました。ぶっちぎるはギル型ボディにペラの力をプラス、ゆっくり動いていても高速で回転するパーツがあるためにバイトを誘発、未だかつてない釣れるギル型ルアーとなっております。なるほどね。多彩なアクション。従来のシンキングダブルスイッシャーはまっすぐに引くことしかできませんでした。しかしぶっちぎるはジョイントボディを採用することで、スローリトリーブでは I 字形のアクション、ファーストリトリーブではボディをくねらして泳ぎ、また急激なストップ&ゴーでの90度ターンを演出、多彩なアクションを引き出すことが可能となりました。結果的に様々なシチュエーションに対応します。サイズ感ですね、ボディサイズを 85mm 程度にすることで、存在感をしっかり出しつつも食わせやすい絶妙なサイズ、ビッグベイトにありがちなミニクルが食わないという状況を極力なくす設計です。また自重を 35g 程度に設計することで、投げやすさと使いやすさを重視、
より正確なアプローチを可能とします。で、注意書きでフックやリングを交換、ウェイトを追加することによりお好みのオールスピードを作り出すことができます。ぜひ様々なチューニングを試してください。推奨タックルはですね、ロットがまあ 6.6 フィートから 7.4 フィートほどのミディアムヘビー以上のベイトロット、ラインは16ポンドから30ポンドぐらいを推奨ということがこの裏に書いてあります。こう沈んでこう寄ってくるんだけど、通常だとね見切られちゃいそうなところが、このプロペラが常に高速回転していることによって、こう何か曖昧な存在感にし続けることによってバイトを誘発ね。これちょっと読んでるだけで、なんか釣れそうだなっていう風に思っちゃいますよね。実際にね、あのいろいろツイッターとかで見ていても、もう各地で発売されてから少し経ちますからね、でっかい魚がバシバシ釣れてる、超過情報なんていうのもよく見かけますんでね、早速ね、まあ、ギルクイバのダムで使ってみたいなと思うんですけども、関東だとそうですね、まあ、あの三島港ね、あとはトズラッパラ、そこら辺は本当ね、ワカサギ依存型っていうよりもあのね、そういうのがそこまで多くないから、ギルとかね、あとオイカワとか、そういったベイトが主人公になってますからね。あと小さいヘラとかも案外食ってるんですかね。で、ほんとサイズ感がこれ絶妙で、なんかいわゆるよく釣り場にいるサイズなんじゃないかなっていうことで、非常にね、まあ、絶妙なこのサイズ感なんですね。で、まあ重さね、一応この開けた状態でどれぐらいなのかも測っておきたいと思います。ティムコのですね、新型、ギル型ルアーね、ぶっちぎる、これは何グラムでしょうか。36.3グラム。まあね、ほんとミディアムヘビーぐらいの竿があれば投げやすいんじゃないかなと思うんですけども、そこまでね重くないかな。で、まあ、ここにここちょっとフラットに作られてるんですよね、この腹のところが分かるかな。なんで、まあ、ここにちょっと任意の重りとかねつけて、その沈んでいくスピードとかを調整して、魚のね追ってくるスピードをその場その場でチューニングして見つけて釣ってくださいねみたいな釣り方が書いてあったんで、まずはね、ちょっとよくわからないんで、この出したばっかりの状態、スローシンキングのこの状態でね、しばらくちょっと使い込んでみようかなと思うんですけども、まあだいぶね、亀山ダムなんかに行っても徐々にね、ギルについたデカバスなんていう姿を見かけるようになってきたんで、でさすがにね、あのねブルフラットとかも人気で、最近だとね、あの前は投げ込んだらね躊躇なくね結構食ってきたんですけども、ちょっとね一手間なんかね、あのアクションなのか重りの調整なのか絶妙に合わせないとね食わなくなってきちゃってるんですよね。で、まあ、こういう高速回転プロペラで存在感を消すなんていうことはやったことがなかったんで、でこの平坦なボディですよね、これはねすごいイケてるんじゃないかなということで、早速ね価格は2322円、ね、そこまでね安くはないんですけども、一発ね買ってきてみたんで、ハイシーズン突入してますんでね、いろいろなタイミングで、投げ込んでいきたいと思います。またあのこんな使い方が釣れたよとかね、そういったこういう時にすごい効いたよなんていうのがあったら、ぜひコメント欄とかにですね、教えていただければと思うんですけども、シンキングでスイッシャーでギル型ってね、自分もちょっと初めてやってみるジャンルなんで、まあほんとね結構あのブルーシューターとかね、あのよくすっげえ魚追ってくるんですよね。でもねどうもね最後のね食わせの一手がね、まあ、あのバンバーンとかねリアクション入れるとたまに食ってくれるんですけどね、なかなかうまくいってないので、そこでねちょっとこういう絶妙なサイズ感と、あとは絶妙なねそのこのプロペラで騙すね、フェザーまでついてますんでね、最初の状態からこんな感じの新しいルアーでちょっとトライしてみようかなと思って、
一つ買ってきてみました。というわけで、本日の釣り子 TV はですね、こちらですね、ティムコから発売されたですね、新しい、スローシンキングのギル型スイッシュアルアーぶっちぎる、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。